エースナンバー18、芥郎と呼ばれようが自分のペースを崩さなかった男、堀内恒雄。勝てるんじゃないですか、球を早くて曲がればある程度。巨人 V9、 栄光のエースはずっと日の当たる道を歩き続けた。東京新宿末広亭、今では数少ない生の落語を聞かせる寄席である。昭和40年代の初め、夕方になるとここに毎日のように一人で顔を出す少年がいた。堀内恒雄、デビューすんなりプロ野球界に旋風を巻き起こし、怖いもの知らずと言われた高校でのルーキーにも人知れぬ一面があった。素顔の18歳に戻れる場所、それが寄席であったとは。で、下でなくてね、僕は上が好きなんですよ、2階が。あ、2階が。あ、2階で。あの、ほら、顔がわかるでしょ。ああ、なるほど。ですから、あまり前行きますとね、堀内だって言われるの嫌でね、あの上の2階でね、静かに少し見てるんですよ。しかし、どうしてこれ、末広亭に来るようになったんですかね。その他、例えばまあ映画館もありますしね、それから食べ物屋はもう、新宿はその頃から歓楽街とかありますしね。なぜ落語なんですかね、なぜ漫才なんですかね。一番ここはなんか休まるような感じがしましたね。合宿にいるとこうまた同じような仲間がいるでしょ、はい、ですからここにいると全然知らない人がたくさんいて、はい、面白い話を聞かせてくれるし、で談話の勉強にもなったんじゃないですかね。そういや上手かったですね、記者の受け答えは。だからそういうのはやっぱり自分で、あ、こういう話し方がいいのかな、人を傷つけないのかなとかね、はい、そういうことをよくこう教えてくれましたね。18区からですね、こうなるべく人を傷つけないようにって堀内さん思ってたんですか、あのユニフォーム着て。でも傷つけてるでしょうね。投げれば勝つ、ルーキー堀内のデビューは球界を騒然とさせる。高校でのルーキーとはとても思えない不敵なマウンド度胸は、猛者揃いのプロのバッターにも物怖じしなかった。力任せのストレートと独特の大きく割れるカーブで、新人にして開幕13連勝というとてつもない記録を打ち立てたのであった。もうワンスリーでもノースリーでも全然関係ないですから、ストライクを取ろうなんて気ないですから。ただ目いっぱい投げる、その辺に目いっぱい、それは怖いですよ。だっておじさんのような人ばっかりでしょ、大体同情するのが、だから楽だったんじゃないかなと思うんですよね。あ、だから楽だった。若いし、このピッチャーコントロール悪いと思われてるから。もうコントロール悪いと思われてるからどこ行っても構わないわけですよね、はいはい、だからこれはもう一杯投げるしかない。でもう一つは帽子なんですよ。もう怖さをね、与えるためにはもう一個その決定的ダメージを与えなきゃいけないと、うん、でね、帽子を少しサイズの大きいのを被りましてね、で投げた後パーッとこう首振りまして横に向くんですよ。これは18歳の堀内さんの知恵なんですか、その帽子が傾くって。いやいや、これはね、高校時代の監督さんがね、お前はどうせ首を振るから、その迫力を出すために帽子の大きいサイズを一つかぶりなさいと言うわけですよ。ほう。それでかぶったらやっぱり横になるんですね、で横になりますとバッターの方は見てないな、このピッチャーは見てないなと思うから、はい、非常に怖がるわけですよ。しかしそれで13連勝っていうんですから、これは何ですかね、やっぱりよく運が強いとかですね、あいつは不運だとか言いますよね、堀内さん自分自身どうですか今まで。僕はね、やっぱり強いチームに入れて、巨人、特に巨人に出たっていうことがもう13連勝の最大の原因だと思いますね。うん、だから夢心地だったんですよ、投げてて、はい、やって横に右側を見れば長嶋さん、左に見れば王さんでしょ、はいはい、すぐ右後ろには広岡さんがいる、はい、左の方には土井さんがいる、キャッチャー森さんでしょ、どこのプロ野球の選手見たって一番いい内野手なんですよね、はい、この内野を背負って立つことは、投げることっていうのはもうこれは投手冥利に尽きるぞと、もう嬉しくてしょうがなかったですね。なんていうかピッチャーも王様ですからね、はい、試合になりますと、もう従えていくわけですからね、こんなね強い味方じゃないですね。まあ1年目からね、まあ、新人になるぐらいのいい成績を出したんですが、でもやっぱり入った時からあんまりコントロール良くなかったですよ。よく 2-3 になって、満塁 2-3 なんてよくありましてね。でも
まあ、彼が最初もうマウンド上がるとね、我々は疲れるぐらいにもうストライクが行くだろうという時にボールといったりなんかちょっと、とにかく球数も多いし、ところが不思議とツーアウト満塁ツースリーになると、そこの時に投げるまっすぐもカーブも必ずストライクが入るという、でまあ打ち取るという、でシャットアウトしてしまうという、まあ投球内容からするとシャットアウトっていう感じはしないんだけど、結果的にはシャットアウトしてしまうという、でまあ勝ってしまう。だからまあ我々は堀内がマウンドに上がった時に、あ、堀内が投げてるから今日は勝てるんだという、そういったものはありましたね。堀内の幸運は一人の指導者との出会いにある。彼の素質を誰よりも早く見抜き育んだのは甲府商業の菅沼監督であった。もうとにかく仙人みたいな人ですから。仙人ふわっと座ってましてね、タバコをふわっと吹かしてね、はい、いいボールだな、もう一球続くかなって、こんな感じですよ。だからね、本当にそのなんていうんですか、フォームがあだとか、こうだとかっていう握りどうのこうのってことは全くなかったですね。もう自分の持ったものを使いなさい、それで十分ですって、こういう言い方だから。これは堀内さんにとってはもうたまらない人ですね。嬉しいですね。ああ、もう自分の手の中には入って入れてるんだろうけど、その中で遊ばしてくれるんですね、はい、だからそういうところで野球ができた、そういう人と生き合えたってのは、僕は非常にその若い時に良かったなと思うんですね、はい、もうちょっとこう縮めさせたらもっと早く完成されてたかもしれない、ピッチャーとしてね、はい、でもこう荒削りでこうプロ野球に入れた、はい、だから僕はもっといいピッチャーになれたなと思いましたけどね。彼がピッチングするのを見てまして、もうその時に私は、あ、これは素晴らしい、素質を持った子供だと、なんとかこう全国のプロ野球ファンにね、お見せしたいと、川上さんに依頼して、まあゴルフを利用してですね、売り込みに行ったんですがね、まあその時にとにかく、ものすごい天才だよ、とにかく野球はもうあんたたちよりはうまいとまあ極端に、おお長嶋君よりは野球そのものはうまいから、野球は教えなくてもいいから、まあ、むしろ川上さんにですね、あなたが苦労して歩いてきたいわゆる人生訓、そういったものを堀内に教えてもらいたいと、そういったものが彼が理解できれば黙っていても練習はするし努力するだろうと思うから、野球はもう教えなくてもいいですよということを、そのくらいにまあ売り込んで、川上さんの関心を買ったんですがね、うん、自分自身の目的にかなった練習以外には熱心になれなかった堀内、彼なりの理屈はあってもそれは集団では許されない、菅沼氏の願いも虚しく、堀内は練習嫌いのレッテルを貼られた。コーチがノックしてちょっとでももう左右にこれはいくら追ったって無理だなというノックのボールが来た時には、うん、全く素振り見せなかったんですって。いや、ヒットだからですよ。練習ですよね、うん、練習でもヒットはヒットなんです。ヒットはヒットだから、うん、あ、もう本番では別にそれは取れないんだから、本番でももう取れないと、今それやることはないと、うん、怒ったでしょ。でも怒るでしょうね一生懸命打ってんですからね。それはヒットを取らせるための練習なんですかね。いや、ゴロを取る練習ですよ。取れないでしょ。ですからヒットはいらないんですよね。そうでしょ、うん、それだから僕の方が正しいと思うんですけどね、ええ、それをやっぱり打ってる方は真剣に打ってますから、それは怒りますよ。その時はどうもすいませんでしたって。いや、言いません。ヒットですから。今のがヒットなんだから打ち方が悪いと僕は思ってるわけですよ。これは30代から40代のおじさんにとっちゃ自分の息子に言われてるみたいなもんですもんね。カーッときますよね、うん、感情的になりますね、これ。そうなんですね。だからよく言われるし、玉際に強いとか、はいはい、ヒットは取れないんですよ。絶対取れないです。ただそこまで行かなきゃいけないんですよね、ボールの近くまでは、うん、でも取ろうとする努力を見せること、そう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 、見せかけの努力って言うんですけどね、それをね。あ、そんなのは必要ないんですよ。だって1メートルも先のやつはもう逆立ちしたって取れないんですから。打ってる方が悪いんですよね。
堀内さんサラリーマンになんなくてよかった。ねえ、プロ野球でよかったですね。これサラリーマンだったら見せかけの努力やんなかったらやっていけませんからね。でもそれはもう生涯変えなかったですか。変えなかったですね。変える必要もないでしょう。だってそれはそう、取れる範囲を取ればいいわけですから。いじめられませんでしたかそれで。いや、いじめられるっていうか、もうマウンド上がれば一人ですから、ええ、もう他の人がいじめにかかれても他の人は取れないんですから。はい、でも他の人より僕1メートルぐらい先に取れると思ってるんですけどね。それ以上いったらもう誰も取れないんですから。うん、ただでも取る努力はしなきゃいけないっていうのはよく分かりましたね、今になって。今コーチやるとどうですかね、監督やったりするとこれから。いや、取りに行けって言うでしょうね。ジャイアンツの異端児、マスコミにとって堀内のキャラクターは格好の標的となった。芥太郎、抱負の古典具、堀内はそう呼ばれるようになる。まだ42歳になってもまだ芥太郎ですよ。もう定着しちゃってんですね。うん、だからマスコミっちゃ怖いですね。あれ耳で聞いたもんじゃなくて目の、そう、見たもんだから怖いんですよ。うん、残るんですよ、ね、残っちゃうんですよ。はい、あの大きい活字が、テンポイントぐらいの活字が残っちゃうんですね。そう、だから悪いことも残るし、いいことも残るんですよ。はいはい、いいことって大体忘れるんですよね。あの伝承してる時は若大将ですからね。風雲寺現れるですからね。あ、そうですか。うん、じゃあ僕忘れてる。2年目にダメになったら今度芥太郎だとか古典具ですからね。あ、そっちの方よく覚えてますもん。うん、やっぱりいいことってのは忘れるんですよ。うん、書くんだったら書いてくれと。うん、もうどんなイメージでもいいから好きなように書いてみろと。はい、ただ負けないぞと、成績さえクシクシと出していくぞと、はい、いうふうな感じは持ってましたよ、常に。うん、うん、だマスコミといつも対戦してるような感じですよ。そうですね。うん、じゃあ今度はほら勝ってやった、じゃあそう君たち書いてみろ、どういうような書き方するんだ、はい、っていうような感じだったですね。堀内に勝たせる方が悪いって言うんですよね。よくそのマスコミなんかも堀内のことをけなすけれどね、彼が負ければそんなことはないって言うんだ。彼は練習しなくても勝てる、その勝たせる方にも責任があると思うんですよね。実際、さっきもお話したように、あの、13連勝したあとファーム落ちた時はね、私のところへ帰ってきた時にはもうベースを書いて帰ってくる。要するにそういうの落ち込めばやっぱり人並みでね、必ず涙を流したり、あるいはこれじゃいけないとか、そういうふうに努力するだろうと。とにかく一人になりたかった。そのチームメイトも一緒にいるのは嫌だったんですね。もう一回そこに戻っちゃうからですか。ね、離れたいんや。そう、離れたい。そしてもうまた次の日、よし、あのためにやってやろうとかね、このマスコミに対してチャレンジしてやろうとかね、そういう気持ちを一人でやりながらまた持って帰ってきて、またそれにぶつかってくるわけですよ。若きエースの背中には天才ゆえの孤独の影があった。Can we close the door?